はい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 、ほらちゃこちゃんあんまり泣くからみんな心配して来ちゃったよ。ジャン君まで近くまで来てるよ。どうした、お腹空いたか。今用意してるからお待ち。すぐ準備できるから。はい、ご飯だよ。はい、はい、ご飯だよ。はい、はい。何でお腹空いちゃってた？お腹空いたのね。ごめんね、お待たせしました。ちょっとさ、食べにくくない？こっちに入ったらどうかな？この辺に、こっち入って。食べにくくない？いいのか。はい、お待ちかね。でもないか。いいからね。何？ん？めっちゃな？なんだ今の？お腹を撫でています。でも大丈夫です。はい。はい、どうぞ。はい。お利口さんね。はい、まずカリカリです。はい、でもきっと食べにならないでしょう。はい、どうぞ。カリキラ、カリカリ嫌いか。あ、そう、人の枠だね。だいぶ前だけどね、多分ちょっとお腹減ったんじゃない？うん、上に寝てたのが降りてきて、ちょっとポリポリって食べた。はい、これこのまま買ってきてる。ご飯くれくれのちゃこちゃんにはチュールがもらえました。うるさく泣いてるとチュールがもらえるんですよ。覚えないでね。足りないのかな、もっといっぱいあげていいのかな。でも一応適量だと思うんですよ、あげてる分で。まあだいたい今までの子もペロッと食べちゃうときは、うん、その後もっともっとなってるけど、だんだん半分残すようになるから。いや、でも途中でさ、うん、あのしおくんたちはあのグラムを増やしたよね、うん、15グラムから20、だんだん大きくなってるでしょ。うん、途中で25、20、なんかみんなにさ、うん、あのこんなに足りないって言ってるからもっと増やした方がいいんじゃないのって言われていて、うん、で、砂糖屋さんじゃなくてなんだっけ、大主さんに聞いたら、あ、倍にした方がいいかもねとか言われて、うん、いや、倍はちょっと多いですねっていう話したら、あ、そうねってなって、それで20、最初は5グラム。でもラブシオ巨大化現象を起こしたよ。でもね、みんなそのくらいだって言ってたの。じゃあでも、チョコちゃんも倍でする？ちょっと倍ではなかったんだけど、倍は多いってことになって、25にして、うん、それでその後少し大きくなってきたから28とか9にしたの、28にしたんだけど、うん、まあ今までの経験で、じゃあただチョコちゃん女の子だからどうかなって思って、でもご飯の後ろに書いてあるのと同じくらい、まあだいたい同じよりちょっと多いかなくらいにしてるんですけど、
はい、おしまい。美味しかったね。はい、終了。はい。もう泣かないでしょう。さすがに。ダメだろうね。はい、泣かなかったです。